はい、皆さんこんにちは。スーパーネコパンチです。おはようございますかな、前回の続きやっていきたいと思います。で、前回の動画では本日4時半から入るパッチのノートですね、その内容と、武器防具の、タレントの調整変更点、そしてエキゾチックの調整の話をしていました。もしよかったらご覧になってください。で、今回はですね、こちらに表示されてますノーマライゼーション、そしてダークゾーンのチューニングについて話していきたいと思います。そしてですね、今回ゲストとして登場したのがノースカロライナ州の開発チーム、アメリカの開発チームのライアンさんとテリーさんです。右がテリーさん、クリエイティブディレクター筋肉マンですね。そして左の方がゲームシステムエンジニアのライアンさんです。はい。で、彼らが言っていたのが、このゲームたった35日しか経ってないのにめちゃくちゃ忙しいぜこの野郎と言っていました。それではノーマライゼーション行ってみたいと思います。まず最初にギアスコア500にノーマライズされます。それはね、ワールドクラスの今レベル5なので、そこのね、最高レベル、最高ギアスコアに全部ノーマライズされる仕様になるみたいです。そしてこの過程で面白いのが、スキルモッドがたとえノーマライズされても、その以前の例えば510の状態にあるスキルスコアっていうか、スキルパワーでモッドがアクティブになっている状態がキープされます。なので、スキルパワーがノーマライズによって下がっても、そのスキルモッドはアクティブの状態でキープできる、そういった仕様になっています。はい。そして次、 PVP ダメージの変化ですね、グローバルモディファイヤーが変わります。なんか 70% が 40% になるとか言っていましたが、これに関してはもうプレイヤーテストサーバーで 90% の確率でもうライブなんか 90% って言ってたのが面白いんですが、まあほぼ確実にライブしているそうです。で、これによってプレイヤーはどういったものを感じるかというと、 PVP のタイムトゥーキル、要は戦いが長くなります。なかなか死ななくなります。そして PVE のキルタイムに感覚的に近づくと言っていました。で、ここでね、テリーさんがおっしゃっていたのが、できるだけその相手をワンショットでキルできるスキルを、効果的ではなくしたいと言っていましたね。なので、まあ全体的にタイムトゥキル、まあキルタイムが伸びるという感じでいいと思います。そして、特定の武器のタイプを調整することができると。で、まあ例としてアサルトライフルが PVP で強化されているようです。で、次にね、すごい大事な点なんですけれども、PVP と PVE では違うチューニングがされる、そしてできるようになっていると。なので PVP のプレイヤーも PVE のプレイヤーも何の調整が入ろうと、例えば PVP で調整が入っても PVE はハッピーでいられて、反対も同じということらしいです。まあ、これについてはね、すごいいいですね。他のゲームですけれども、こういった PVE のチューニングで PVP のバランスが壊れたりとかよくありますんで、こういうね、お互い干渉し合わないっていうのが素晴らしいと思います。はい。で、ここでね、もう一個言っていたのが、武器ダメージ、スキルダメージ、そしてスキルの効果まで、個別にオーバーライド、要は個別に変更することができる。で、一つの例として挙げられていたのが、ディフェンダードローンですね。敵の弾道、弾をね、それさせる能力を持っているドローンなんですけども、PVP では持続時間が短くなって弱体化されているけど、 PVE ではノータッチと、そういったことができるみたいですね。で、モディファイヤー、要はそのダメージモディファイヤーですね、とかそういうアーマーモディファイヤーとかは UI で見ればわかるみたいです。なので PVP モードに入ったら数字がそのまま反映されている感じですね。はい。そして次、これもすごいでかいです。 PVP でヒップファイア、いわゆる腰打ち状態でのクリティカルダメージが全部なくなります。で、これに関してはもちろん普通のダークゾーンは含まれているんですけれども、実は、ノーマライゼーションが適用されない占領ダークゾーンも含まれます。なので、まあ全体的にね、プレイヤーを打つときには基本的に腰打ちではクリティカルダメージが入らない、そういった変更点になっています。これは思い切った変更しましたね。いや、どういう風になるんでしょうか。まあ確かにエイムしないで精密当てるっていうのもね、まあリアリスティックではないですけどもね、ぜひ皆さんのご意見もコメント欄で教えてください。それでは次行きたいと思います。ダークゾーンの調整点。はい。ダークゾーンチューニングですね。まずは汚染ドロップ率の増加ですね。普通のドロップが減って汚染ドロップが増えるみたいな感じのことを言っていました。そして名前付きは確実に汚染装備をドロップします。必ず一つはドロップするということですね。そして、高レベルチャレンジのランドマークボスは複数の、汚染装備をドロップする可能性があると言っていました。次にですね、
ローグクールダウンがなくなります。これ何っていう人も多いと思うので説明すると、ローグ状態で死んだ場合、リスポーン後に、しばらく悪いことができないんですね。それが、生き返ったら仲間エージェント、仲間のローグエージェントのステータスを同期するみたいです。 でもその代わりにトグルクールダウンはあるそうです。おそらくこれはね、手動でローグになることですね。手動で1回ローグになったら死んでもまた手動にローグになることはできないという感じですかね。はい、次、汚染ドロップの所持可能数を増加。やはりね、汚染装備のドロップ率が上がるので、もちろん汚染ドロップの所持可能数も増加します。これによってね、デフォルトが6、そして、ダークゾーンパークによって最終的には8、10と増やしていくことができます。でこのね、変更点なんですけども、もともとね、このクリーニーっていう、クラス10のパークがこの汚染ドロップの、なんですけど、これがね、汚染ドロップ所持数を増やす、10に増やすパークに変わっています。そして次ですね、クラス4のパーク立ち直り、こちらもね、ローグクールダウンが、減少されるというパークだったんだけど、これが死亡時 XP ロスを減少に変更されます。はい、そして最後にですね、ダークゾーンがかそりすぎてる問題、こちらに関して調整を入れました。コミュニティで結構ね、意見があったのが、ダークゾーンの最大人数を16人とか20人に増やしてくれと、あまりにも人がいないって、そういうふうなことを言っていたんですけども、どうやらデータを解析した結果、そもそも12人になっていなかったっていう、そういった問題が発覚したみたいです。なので実際に何をしたかっていうと、もともとね、たくさんのグループがあったんですね。細かいグループがあったのを2つだけにまとめたみたいです。なので今後はレベル1からレベル30の人、そしてもう1グループがワールドクラス1から5の人、これらを、このグループ2つのグループの中でマッチングするようにして、常に最大人数の12人に達するように、調整を入れたみたいです。でテストの結果としてはかなり良好のようで、刺激的なダークゾーンの体験ができるだろうとおっしゃっていました。はいはい、次、占領ダークゾーンです。この占領ダークゾーン何って思ってる方いると思うんですけど、ちょっと説明しますと、週替わりかな、確かその週替わりで変更される、選ばれるダークゾーンで、そのモディファイアっていうの、ノーマライゼーションがされない、要はそのまんまの、ダメージもしくはギアスコアが反映されるダークゾーンになっています。こちらに関しても独自のチューニングが可能、そして今は PVP のモディファイアと同じ数値にしているそうです。まあ今後ね、いじっていくこともあり得るということですね。でこの占領ダークゾーン、実はマンハントとアカローグが占領ダークゾーンに復活するみたいです。そしてハイローグはないみたいですね。まあこのね、目的としては古き良きエグいダークゾーン感を取り戻すためとおっしゃっていました。はい、残りのダークゾーンの調整点見ていきたいと思います。はい、次、ランドマーク外の AI パトロールを減らす。これはね、プレイヤーとプレイヤーが純粋に PVP をやっている時にチャチャを入れることをなくすためですね。ここ大事だと思います。そして次、ランドマークのクールダウンを追加。よくあるのが、そのランドマーククリアした後に、一瞬でまた復活しちゃうっていうね、そういう問題を解決するために、まあ数分とかそんなものですね。そんなにクールダウン入んないんだけど、ちょっとね、ローテーションさせるためにそれを追加したみたいです。はい、次、エンドゲームのダークゾーンの AI ダメージを減らす。アーマーが増えるということです。こちらね、実は皆さん気づいている方も多かったと思うんですけど、ダークゾーンの AI ってエリートでもかなり柔らかかったんですね。これはどうやら一部はバグだった模様です。なので今回それが修正されます。その代わりダメージがちょっと減るみたいです。はい、次、盗賊のアジトの武器変更ができるようになる。実は僕ここあんまり詳しくないんですけれども、どうやら好きな武器に特殊弾をロードできると言っていました。これね、俺あんまりローグやんないから分かんないんだよね。ぜひコメント欄で、補足とかあったら教えてください。はい、次、ダークゾーンドロップが最大ギアスコア515にある。これはでかいですね。テリーさんが言っていたのが、これが唯一ね、ギアスコア500以上の装備がゲットできる場所になるだろうと言っていました。でまあ例えばレイドとか、今後ね、ノーマライズされないアクティビティが来るので、その準備のためにぜひダークゾーンに行ってほしいということです。で基本的にね、これ最大ワールドクラスにノーマライズされるんだけど、先ほどね、ノーマライズのところで、ノーマライゼーションのところで話した通り、この500以上のギアスコアの装備でゲットしたスキルパワーはそのまま、ノーマライズされても、反映されるということです。なのでそのスキルパワーによってアクティベートされたモッドはそのまま有効になるということですね。はい、そして最後に、このね、500オーバーをゲットできるのはもう1箇所あると、それがフィールドキャッシュということでした。
でもね、おそらくダークゾーンは本当に効率がいいと思うので、みんなね、ダークゾーンに殺到し始めること間違いなしかと思われます。はい。で、最後にですね、この、テリーさん、筋肉マンが力説していたのが、このダークゾーンはね、人々によって変わるんだと。要は人が来れば面白いコンテンツになるんだよっていうことですかね。なので今回ね、いろんなね、インセンティブを追加して、今後ダークゾーンがかなり、充実していくかと思われます。そして最後、さっきね、言うの忘れてたんだけど、PVP のあの、コンフリクトについてですね、どうやらアーマーの UI が実際のアーマー数値が反映されるようになると。なので、その見えているそのバーですね、バーの長さとか、このマスの多さですね、それが実際の数値を反映するようになるみたいです。で、あとは、マッチ内ブースト。これちょっとよくわかんないんだけど、この 50% 減少、弱体化されると。で、マッチ内ブーストのその影響力が減るということでした。そして、リス位置ですかね、の調整ですね。リスのタイミングとリス位置かな、の調整。これによって、まあ、生き返ってすぐにね、敵にやれるっていうことが減るようです。あとは、コンフリクトの専用 NPC が、なんか、まだ、みんな知らない人がいると、どこにいるのかさえ知らない人がいると言っていたので、それを目立たせるようにもっと前に出すと言っていましたね。これ実は僕も知らないんですね。誰のことでしょうか。はい。そもそもね、お恥ずかしい話に僕はあまりコンフリクトに行く、機会がなくて、今度行ってみたいと思います。次にですね、スキルクールダウンの死亡後キャリーオーバー、これ何なのかっていうと、コンフリクト中に死んだ後に、また生き返った、リスポーンした後に、その前に使っていたスキルのクールダウンがなんとリセットされる、あの、されてしまう問題があったみたいなんですね。それが今回直されるようです。そしてもう一点が、そのコンフリクトに入る前のワールドで使っていたクールダウンですね、ワールド側で使っていたスキルの長いクールダウンが、そのままマッチ内にキャリーオーバーされてしまう問題、それを直してきちんとね、マッチ前にはリセットされるようになったみたいです。はい。ということでですね、かなり長いね、動画になっちゃったんだけど、かなりの情報量ですけど、皆さん大丈夫ですかね、ついてきてますかね。はい。こちらのね、テキストに関しては詳細欄の方に貼っておきますので、もし興味がある方は見ていってください。ご参考ください。はい。ということで、今回はね、ノーマライゼーション、そしてダークゾーンのチューニングについて、そしてコンフリクトの変更点など、3つの点について話していきました。本当にね、ご視聴大変ありがとうございました。もしよろしければ、今後もディビジョン2の動画、そして周辺機器の動画などどんどんやっていきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。もしチャンネル登録した方は、今夜のお仕事30分早く終わります。はい、嘘です。はい。ということでね、ご視聴大変ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。